速報、韓国ウォン、暴落したまま回復せず。一時期は1ドルイコール1200ウォンを割り込めば、終わりの始まりだと言われていたが、今現在のドルウォンは1230ウォン台が、当たり前になっている。韓国政府も介入している気配はあるが、まるで回復しない。もはやこのままのレートで定着するんじゃないかと思える。大規模介入も合わせて考えれば、韓国で徐々に悪性インフレが始まりそうな気配もある。韓国、新型コロナの衝撃で1から3月期、成長率マイナス 1.4%、民間消費、通貨危機当時ほど落ち込む。4、23木曜日8時54分配信中央、日報日本語版。韓国経済が後退した。韓国銀行が23日に発表した1から3月期の実質国内総生産 GDP は速報値で前四半期比 1.4% 減となった。新型コロナウイルスの感染拡大により各所で経済活動が中断された影響だ。マイナス 1.4% は2019年1から3月期のマイナス 0.4% から1年ぶりのマイナス成長だ。四半期成長率では、金融危機当時の2008年10から12月期のマイナス 3.3% から約11年3ヶ月来の低水準だ。民間消費と輸出が大幅に減った。民間消費は、乗用車や衣類のような財貨とサービス、飲食、宿泊、娯楽、文化などが、いずれも減り 6.4% 減少した。通貨危機に襲われた1998年1から3月期のマイナス 13.8% 以降は見たことのない数値だ。輸出もやはり 2.0% 減った。半導体が前線したが、自動車と機械類などを中心に減少幅が拡大した。政府消費が小幅に増えたが、後退を防ぐには力不足だった。マイナス 1.4% 下り坂の韓国経済。輸出急減で4から6月期がさらに心配。懸念が現実になった。韓国が1の3月期の経済成長率マイナス 1.4% という衝撃的な成績表を受けた。予想はしたものの、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 はいつになく強く、早く韓国経済に浸透した。1から3月期の民間消費は1998年の通貨危機の時と同程度の急落を見せた。輸出は今後が懸念される。一言で言うと内需と輸出の両方のエンジンがすべて止まる危機だ。韓国政府は財政支出を増やして持ちこたえようとしているが、4から6月期もマイナスを脱することは困難という見方が優勢だ。韓国銀行が23日に発表した2020年、1から3月期実質国内総生産 GDP 速報値によると1から3月期の実質 GDP は前四半期に比べて 1.4% 減少した。新型コロナウイルスの感染拡大により国内外のあちこちで経済活動が中断された影響だ。マイナス 1.4% は2019年1から3月期マイナス 0.4% 以来1年ぶりのマイナス成長だ。減速幅としては、国際金融危機の2008年10から12月期、マイナス 3.3% 以来、約11年3ヶ月ぶりの最低値だ。民間消費と輸出が共に減少した。特に民間消費は、衣類や自動車のような財貨とサービス、食事、宿泊施設、娯楽、文化など、の消費が共に減少して 6.4% も減った。通貨危機の1998年1から3月期、マイナス 13.8% 以来見たことのない数値だ。新型コロナウイルス感染症感染の懸念により、外出を控えて、政府レベルのソーシャルディスタンス、社会的距離の確保政策が施行された影響だ。民間消費は、GDP の約半分を占めるが、通常四半期ごとの変化の幅はそれほど大きくない。ところが、1から3月期には、民間消費が実質 GDP 全体を 3.1% ポイントも引き下げた。民間分野の成長期予度はマイナス 1.5% ポイントで、
国際金融危機直後の2009年1から3月期、マイナス 1.9% ポイント以来最も低かった。それでも政府が新型コロナウイルス感染症対応のために予算を早期執行したことが防御膜の役割を果たした。ハン・ギンのパク・ヤンス経済統計局長は、全体成長率はマイナス 1.4% だが、政府の寄与分が 0.5 から 0.6% ポイントと、見れば、新型コロナウイルス感染症が民間部門で成長率を 2% ポイント程度下げたものと推定されると述べた。分野別では製造業とサービス業が共に減少に転じた。特にサービス業は 2% も減少した。これも通貨危機時の1998年1から3月期、マイナス 6.2% 以来、最大の減少だ。サービス業の中で、運輸業、マイナス 12.6%、卸売、小売、宿泊飲食業、マイナス 6.5%、文化、その他のサービス業、マイナス 6.2% などが、大きな打撃を受けた。内需よりは、衝撃が少ないが、1から3月期の輸出も 2% 減少した。それでも、半導体は前線したが、自動車や、機械類などを中心に減少幅が大きくなった。実質国内総所得、GDP も前期比 0.6% 減少した。実質、GDP とは国内の生産活動を通じて発生した所得の実質購買力を示す指標だ。家計、企業など経済主体の財布がそれだけ薄くなったという意味だ。今後はさらに問題だ。4から6月期もマイナスを抜け出すのは容易ではないという見方が優勢だ。新型コロナウイルス感染症の収束以外、これといったカードがないためだ。韓国が通貨危機と金融危機を早くに克服できたのは、為替効果による輸出競争力に支えられたからだ。しかし、今は輸出に頼れる状況ではない。関税庁によると、1から20日の輸出額は217億2900万ドル、約26兆8000億ウォンで、昨年の同期間より 26.9% 減少した。地域別では、欧州連合 32.6%、中国 -17%、米国 -17.5%、日本 -20% などだ。韓国の主力輸出市場である米国、欧州などで新型コロナウイルス感染症の確定事故急増し、需要が縮小したためだ。少なくとも5から6月までこのような流れが続くものとみられる。パク局長は海外の主要国は3月から新型コロナウイルス感染症状況が本格化し、世界的な需要の萎縮による否定的な影響を受けるだろうとし、韓国は内需萎縮の程度が緩和するという期待があるが、3月から雇用市場が悪化しており、悪影響を及ぼす可能性があると述べた。9日、リ・ハシラ・レッツ・イズヨル・ハン・ギン総裁は、4から6月期中に新型コロナウイルス感染症自体が沈静化することを前提とすれば、今年 1% 台の成長は難しいが、プラス成長はするだろうと述べた。これは最も楽観的なシナリオを前提としたものだ。しかし、4から6月期までマイナス成長を記録した場合、年間成長率もマイナスに落ちる可能性が高い。先だって国際通貨基金 IMF は、韓国の2020年の成長率展望を 2.2% からマイナス 1.2% に調整した。ハン・ギンも事実上 0% 前後の成長を予想する雰囲気だ。ハンソン大学経済学科のキム・サンボン教授は、新型コロナウイルス感染症の局面を早急に終わらせなくては、百薬も無効とし、政府が大規模な財政支出計画を打ち出したが、流動性危機に瀕している企業と失業の危機に瀕している人に実質的な助けになるように適切に執行することが重要と述べた。新型コロナウイルス感染症の局面が終わっても、相当期間低迷を脱することは困難だろうという分析も出ている。年明け、スンミョン女子大学経済学科のサルヨアツ氏、シン・セドン教授は、新型コロナウイルス感染症がなくても現政権になってから、
成長率が 3.2%、2.7%、2.0% に鈍化する傾向だったとし、新型コロナウイルス感染症が終われば一時、反騰するだろうが、L 字型の低迷を脱することは難しく、結局、低成長の流れに適応できる、経済構造と体質を作ることが急務と述べた、金正恩氏、重病説で、妹、金与え正氏を、女帝に、北朝鮮の権力構造に異変化。沈黙続ける、北朝鮮メディア。アメリカ CNN が、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が、手術後に、危険な状態に陥ったと報じたのに対し、北朝鮮メディアは現時点で沈黙を守っている。北朝鮮のような独裁体制では、最高指導者の健康状態は最高機密にあたる。もし、最高指導者の健康不安につながる情報が漏れれば、敵につけ入る隙を与え、体制が動揺すると考えるからだ。図解、金ファミリーの主な家系図をわかりやすい図解イラストで把握する。その意味では、北朝鮮側は CNN の報道を直ちに打ち消すことが求められ、金委員長の姿をメディアに映し出して、健在ぶりを誇示する必要がある。韓国の中央日報は22日、政府当局者の発言として、金委員長がカンウォン道の別荘に滞在し、周辺地域を非公開で現地指導するなど正常な活動をしていると伝えた。もし、これが事実であれば、金委員長がいつ姿を見せてもおかしくない。むしろ、1日も早く姿を見せるべきなのだが、なぜそうしないのかが気になるところだ。韓国統一省によると、2020年に入って金委員長が公式席上に10日以上姿を見せないのはこれまでに3回、今回を含めると4回目となる。金委員長の動静報道を振り返ってみよう。1、25平壌で旧正月を祝う記念公演を観覧金与え正氏、叔母の金義信氏らが参加。2、16日、金正日総書記の誕生日に、金秋山太陽宮殿を参拝。最初の動静、空白期間は1月25日以降、2月15日までの21日間。次は2月16日以降、2月27日までの11日間、公式席上に姿を見せていない。2、28朝鮮人民軍部隊の合同打撃訓練指導。2、29金委員長の指導のもと、朝鮮労働党政治局拡大会議開催と、報道、開催日不明。3、日朝鮮人民軍前線長距離砲兵区分隊の火力攻撃訓練場で訓練視察。3、旧朝鮮人民軍前線長距離砲兵区分隊の砲撃訓練を再び指導。3、12朝鮮人民軍第7軍団と、第9軍団の砲兵部隊の砲撃対抗協議を視察。3、17平壌総合病院の着工式に参加して演説。3、20朝鮮人民軍西部前線大連合部隊の砲撃対抗協議を視察。3、21戦術誘導兵器の模範射撃を視察。3度目は3月21日以降、4月10日までの19日間だ。4、10朝鮮人民軍の軍団別迫撃砲兵区分隊の砲撃訓練を指導と報道、指導日不明。4、11朝鮮労働党政治局会議を主催。4、12西部地区の航空手段管下の攻撃機連隊を視察と報道、視察日不明。そして4度目となる今回、金委員長が姿を消してから22日で11日が経過した。これ以上、不在期間が長引けば、健康不安説が真実味を増しさらなる憶測を呼ぶだろう。北朝鮮側としては金委員長の健康不安説を払拭し、効果的な形で健在ぶりを示すタイミングを慎重に見極めていると見られる。存在感強める妹。こうした中、存在感を強めているのが妹の金与え正氏だ。2019年12月末の党全員会議では、党第一副部長に、2020年4月11日の政治局会議では、政治局員候補に任命され、指導部内で政治力を強化している。
もちろん、その背景には金委員長の了解と後押しがあるのは間違いない。金與忠氏の生年月日は明らかにされていない。1987年生まれが有力だが、88年生まれとの説もある。幼少期には、清徹氏、ジョンウン氏の二人の兄と共に、スイスに留学した。清徹氏は、私立、ジョンウン氏と、與忠氏は、現地の公立校で教育を受けた。その存在が、内外に明らかになったのは、父、金正日総書記の葬儀の場だった。與忠氏は、今やトレードマークともなった髪飾りに、黒のスーツ姿で葬儀に参列した。キム・ジョンウン体制が発足して、以降は、金委員長に付き添って、重要行事や現地指導に参加し、至近距離で補佐する姿がたびたび捉えられた。ここ数年は金委員長の日程を管理し、儀典的な役割を果たしながら、党宣伝扇動部などの重要部署で経験を積んでいた。